アメリカの連邦最高裁は26日、フェイスブックや旧ツイッターの X など SNS 運営企業に偽情報の投稿削除を求めた連邦政府の措置について認める判断を示しました。連邦政府は偽情報の拡散を防ぐため投稿の削除を求めていましたが、言論の抑圧だと反発した共和党の南部ルイジアナ州の司法長官らが提訴していました。 連邦地裁が去年、言論の自由を侵害した可能性が高いとして措置を制限する命令を出していましたが今回、最高裁がその判決を破棄した形です。